さて小川町から今度は八高線で隣の妙閣という妙閣という駅に行こうとしております。そう、もう桜の花がほころんでる。今日は2月4日もう桜の花がほころんでる。どういうこと？埴輪がいる、埴輪がいる。こんにちはです、こんにちはです。都会中、あ、ここだ、都会中ハウス。なるほど、なるほど。お、埴輪がいる、埴輪がいる。オリジナルの埴輪ね。お、黄色い、はい、配信中とか。あ、おお、おお、すごい。おー、高いのか。おお、すげえ。どうも、お疲れ様です。お疲れ様です。うわ、すげえ。どうぞ。お世話になります。これが噂の都会中ですか。薪ストーブがある、薪ストーブがある。おお、小山さん、農業があそこになんか立つ。これ何？これ元々この家具もあったやつ。あったやつなんですよ。すごいな、やっぱさすが。これね、名木。はい。いい板じゃん。いい板で、ここから広いんですよ。本当だ。こういう作りになって何でだろうね。おお、天井高い。普通の家よりスケール感が全然違いますね。大黒柱、うわー、300万400万。作りがしっかりしてるね。してますね。でこの研ぎ屋っていうのは木工の町で、あ、こういうその、うわ、すごい細かいさん、素晴らしいさんですね。すごいでしょ。素晴らしい。大山のりおの、おお、なんだこれ。関心が、うわ、すごいな。髪だ、あ、こんにちは、こんにちは。あ、そっか、今日配信するんだっけ、YouTube かな。え、YouTube でやる。あ、YouTube じゃないです。あの、配信、録画するだけです。あ、録画する。この細工なんかもこれすごい。すごい細かい細工。いや、すげえ。すげえ。お庭というか。あ、井戸があるじゃん。え、井戸があるんですよ。すげえ。おお。夏は子供たちとバーベキューやって。素晴らしいですね。すごい。ここは何だ。うちのマンションより広い難度。何これ。おお、これが広いんです。これ何、何これ。あ、収納スペース。難度、広いじゃん。広いんです。これワンルームマンションぐらいあるな。あるうちのマンションぐらいシェアハウスにして。ああ、そうなんだ。めっちゃ広い。ぜひ来てください。合宿なんかもできます。めっちゃ広いじゃん、うん、素晴らしい、ね、15人ぐらい泊まる。素晴らしい。ところではですね、びっくりしました。観光協会のおばちゃんたちや、8人も10人も集まって待っててくれましたね。あれ、良かったですね。いや、てか俺サプライズでびっくりしました、月に1回来てくれますから。あのね、レギュラーは無理でしょ。逃げ場さえあれば、でこれから懇親会に残られる方はですよね。あの、いや、あの、ちょっとね、いろいろ、あの、はい、これどうしよう。またね。じゃあ、あです。また失礼します。どうも。失礼します。じゃあね。失礼します。素晴らしい。行ってください、行きます。おー、ふゆー。さようなら。オッケー、オッケー。じゃあね。みんな、都会中来てね、都会中。もう来たよ、来たよ。嘘、絶対、危ない。じゃあね、また。はいはい。失礼します。はい、じゃあ、失礼します。じゃあね。都会中いいね。妙閣だよ、都会中だよ。いいね。うん。変わっていいですよね。まあ小山ちゃんがあっちのホームにいるぜ。なんかさ、昔三枝さんにね、うん、エ
天神も都会中行きましょうよって言った。おう、言ったの。言った。遠いって当たり前。いや遠いよね。まあだから佐久さん市街地も一応来たらよかいいと思うよ。ね。うん。だから誰か呼ぼう。いやだからさ、今日のね話しくれたカントリージェントルマンっていう発想がさ、ご著書にもありましたね、カントリージェントルマン。ね、なんで日本にはないのかね。ね。全くだよ。うん。だってあの、白洲二郎だってそれで、そうだよ。でしょ。だからさ引っ込んでたんだからさ。うん。カントリージェントマンいいっすよね。でほら具体的に言ってダーちゃんみたいなね。うん。ロシアだって東ヨーロッパだってそれで生き延びたみたいなこともあるわけじゃない。まあそうダーちゃん大事。俺今日ねダーちゃんの話しなかったそういえば。うん。ダーちゃんみんな持ってるもんロシアは。ねえ。うん。ダーちゃんダーちゃん。いいよね。ほらそれこそね女だって両方に2人いてもいいみたいなそういうことでいいよね。だからやっぱりなんかね俺はなんか今日見えたものがいくつかありましたのでぜひそれは2人で話し合いましょう。いやいや素晴らしい。まああとなんか来てる人がみんないい人だね。ね。うん。勉強会とかだとさ、それこそね、ミニチュアホリエモンみたいなばっか来る。そうだよね。それはあんまり意味ないもんね。ないね。あとこの八甲線ってのがいいね。八甲線。これさ、あれ？こっちって高崎行く方向なんか変じゃない？こっちが高崎、そっちは八王子。あ、そうなの？うん、俺って高崎の方に向かってるってこと？高崎向かうの？じゃあ俺もろでしょ。だからこっちこっち。え、あそうか、向こうが、あ、高電車来んのか。うん、なんか俺逆のような気がしてた。そう、ちょっとね一瞬ここはね幻惑されるんですよ。そうか。あ、まあ方々から来たから間違いないと思いますが、うん、でこれ駅舎意外と立派だよね。これがね燃えて。あ、そうなの。そう、それで町の人がJR に陳情して新しく作ったんだ。木の町だから。ああ、そういうこと。素晴らしいですよね。いや、明覚の方々もいいですね。うん、本当に学びの町なんで、ぜひ関根さんもね。いや、あとここから起業家がいっぱい出てるんでしょ。出てきて、さっき言ったほらね、イギリスの小さな町みたいな。ああ、そういう風になればいいね。なればいいですね。うん、素晴らしい。あの子たちがあと10年すれば20歳になります。そうだよな。いや、だからその彼らがどう成長するかっていうのは楽しみだね。こんな楽しそうにやってる大人たちを見るとかがないでしょ。ないね。あの家があるからなんですよ。まもなく上り列車参ります。八甲線来るぞ。黄色い展示ブロックまで予定通り来た。来るかどうか不安だったけど、列車とホームの隙間がよかった。空いている箇所がございます。してる。あ、俺八甲線は意外と慣れてるから。皆さんによろしくお伝えください。はい、今日エンドレス。あ、で明日はピアノ新垣さんがね。皆さん、新垣さんのスクープをした男です。それで大谷総一ノンフィクション賞をいただいています。あ、ありがとうね。また、あ、来た。おお、来た。これが明日にはアップされてると思って。いやー、来た。皆さん本当によろしく。お疲れ様。ああ、来た。これ今うちのリビングルームのとこ通ってますからね。え、どういうこと？ああ、ちょうどそうか。さっきの見えるところ。本当にありがとうございました。またね。また。じゃあ、塩を越えます。小山さん、ありがとう。ありがとう。失礼します。いただきました。